そうだ、桃、桃はどうだ。大福とか饅頭の中に何が入ってると嬉しい。何が好きだ。ガム。天才来たんだ。しっかり。トリックオアトリート。おー、みんないいね。お菓子くれないと。いたずらしちゃうぞ。はい、どうぞ。ありがとう。にゃね、お菓子くれないと食べちゃうぞ。はい、ひなた。やったー。お姉さんに魔法をかけちゃいますよ。はい、かのんちゃん、ありがとうございます。お菓子を差し出しなさい。さもないとカナの血を吸うわよ。これでご勘弁を。ありがとう。かぼちゃのクッキーね。この空がをなくした世界に移り愛が降る。ゆわゆわ、私たち少し知り疲れたね。強くなくてごめんね。うわゆわわわ、叫ぶ声も失って。なんて幸せそうな表情をするんだ。撫でてるこっちにまで幸せが伝わってくるような。恥ずかしい？そりゃ。じゃあ私も脱ぐ。はあ？これでお愛子、恥ずかしくない。なんなのよこの状況。じゃあ次は下。下はいいから。大丈夫、もちろん私も脱ぐ。それもいいから。ただいま戻りました。あ、帰ってきた。荷物運んでちょうだい。仕方ない。もうなんなのよ。リズも意外とお姉ちゃんっぽいところあるから。それでその。わかってるよ、私もお姉ちゃんだもん。妹の看病くらいして当たり前。ちょっと恥ずかしいけど特効薬あげる。私はまだあなたが姉だって認めたわけじゃ。これは近くて。一度に最低5本を買いなさい。エルフちゃん、右手を黄色。はーい。村正ちゃん、左手を黄色。こうか。緑。青。赤。青。黄色。もう限界だ。スーツで死んでしまう。こんな恥ずかしいポーズなど。諦めなさい村正。私も恥ずかしいんだから。条件は同じでしょ。絶対に違う、この露出趣味の変態め。村正ちゃん、次は左足を青ね。そのままストップ。動かないでね。
私本当は誰かに甘えたかった。甘えていいよ。甘え方が分からなくて。私が教えてあげる。いい子でいるのも疲れちゃって、時々レールから外れて脱線してどこまでも行ってしまいたくなる。その時はいつでも私を呼んで。先輩大丈夫ですか？大丈夫、ちょっと焦っただけ。じゃあ次刺しますからね。あれ、なんか引っかかるな。ねえ、わざとやってない？何のことすか。もう料理を持っていったテーブルのお客さんが君、中学生だって。ひどいよね、高校生なのに。Shut the fuck up, you cunt!